阿南常一は、日本のジャーナリスト。後藤新平の秘書役的立場で、都市計画法令の制定、都市計画機構の創設などに努力を傾注した。都市計画の啓蒙普及に40年にわたって、献診した。大分県に生まれる。若くして、大阪に出て、ついで同郷の政治家、元田はじめを頼って上京し、その下で修行を積む。1909年。 明治大学卒業。1912年、東京市水道課に就職し、村山貯水池の土地買収では、地元民との折衝に尽くす。その後、東京通信社、放置新聞社の記者となる。日本の近代都市計画が制度化されるのは、1918年、内務大臣。 後藤新平が都市計画調査の予算をつけ、内務省に都市計画課が誕生、都市計画調査会が設置され、翌1919 19年に旧都市計画法と市街地建築物法が交付されてからである。1917年、後藤が会長となって官民からなる都市研究会が創設され、1918年、都市問題を総合的に扱った。 機関誌、都市公論が創刊された。アナンは、都市研究会常任幹事、都市公論の編集長を務めた。都市研究会は、各地で都市計画の講習会を開き、その宣伝に努めた。同会は、戦後の1946年9月、防空協会と共に発展解消して、牛沖之助を会長とする都市計画協会となり、都市公論は、 復興情報とが合併して、新都市となった。アナンは、同協会の専務理事に、また1956年には副会長についている。その間、高島地区会議員、全国市長会専務理事を務める。また、東京地方裁判所の調停委員には、1923年から死去するまで継続して選任された。ありがとうございます。